父さん頑張ってってやってんのかな。お父さん大丈夫だよ、大丈夫大丈夫。あ、こんばんは。12月30日火曜日ですか。今日は何曜日だ。もう曜日はいいですね。もうわからない。もう曜日の感覚がありません。すいません。とにかく12月30日の夜です。今日はこんばんは。ずっと同じ格好してますけども、ちゃんと12月30日今日撮ってますね。多分ニュースが今日のニュースだと思うんで、まあちょっとこれあんまり見せると良くないと思うんでね、あれですけど、12月30日になりました。あ、平山茂です。どうもこんばんはね。いや、今日もお仕事だったという方はね、本当にお疲れ様です。本当に本当にお疲れ様です。大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、うん、大丈夫大丈夫だからね。いや、ちょっと今日は名古屋はですね、なんか風がすごい強くて、ずっと今日も片付けをやってまして、やっとこうなんか家のとりあえずの物の配置とかですね、いろいろ段ボールに入ってたものをこう分けて、やっと段ボールが空になったというような状態でございます。まあそんなことはいいと思うんですけども、もう明日は12月31日大晦日ということで、全然家から出てないので、明日はですねちょっと楽しみたいなと、外に出ていろいろ撮影したりですねしようかなと思っております。今日はちょっとまた自分の、あ、今日はね自分の部屋です、自分の部屋です。はい、さあ今年も残りあと明日で1日となります、ね、ちょっと全国的に天気荒れてますけれども、それなりにね何か、楽しいこととかね面白いことできそうな気がするんで、残り1日ね楽しんでいきましょうね。2021年が待ち遠しいです。本当にもうとっととね2020年のことは忘れましょう。一旦もう2020はもう一回リセットしましょう、みんなでね、明日一日で。もう2021年に向けて、新しくですね目標を立てたり、いろいろ書き初めでねしたりとかねしていきたいなと思います。来年は牛年でございますからね、牛年ですよ。まあ来年もとにかく楽しんでいきましょう。もう気づいたら2021年になりますからね。はい、いや本当楽しみですね。大丈夫ですからね、大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、本当に大丈夫だから。まあ今日関東でね地震ありましたけども、全然大丈夫ですから、大丈夫大丈夫。まあ気をつけるってことはね変わらないですけども、大丈夫なので、明日はね外からお送りする形になると思いますけれども、お楽しみに。はい、ちょっと本当毎日もう寒すぎてずっとこの格好してますけども、ちゃんと洗ってますからね。あと僕の部屋は今のところ暖房はついてないです。暖房器具はありませんね。なのでちょっと本当にずっと着てますけども、本当に脱げないんです、寒くて。まあ頑張ってこの冬越えたいと思います。皆さんも頑張りましょうね。よろしくお願いします。じゃあまた明日、おやすみなさい、おやすみなさい、風邪ひかないでね、ね、じゃあね、明日も楽しもうね、おやすみなさい、平山茂でした。大丈夫。